さあワニを追っかけていきましょう。わーいるし、もうここで行き止まりね。ユウたちほんとしつこいね。こうなったらミーは隠れます。かくれんぼ、あそこらへん行けってことですか。あらら、隠れちゃいましたね。マリオさん、クロッコに見つからないようにそーっと後ろから近づいて捕まえちゃいましょう。簡単に言ってくれるな。簡単に言ってくれるんだけどさ、後ろからこっちってこと？ヒューヒュー、おーっと、このクロコ様を捕まえようたって無理無理。え？あー、なるほど、こっち向くときもあるし。よっしゃ、来た。あ、見つかった。ユウもなかなか素早いね。しっかしミーを捕まえようなんて100年早いです。よし、え、どうなん？50年早いです。と、なるほど、次25年。いや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 、何これ、あった、やばい。あ、やばい。え、これむずい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 。で、これで25年になるかな。おお、まだいたなんて、ユウも相当しつこいね。しっかしミーを捕まえようなんて。お、マロ。おらおらおら、もうわかったよ。ユウたちの気持ちよくわかりました。ミーが全部悪かった。コインはすぐに返します。というのは嘘だったりして。ああ、まあ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 、まあ、通常、あ、ボスの曲どうしよう。まあどうしようもあれもねえけど、とりあえずファイヤーぶち込んでみる。ボタン連打、トゥン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 トゥ。ハンダが全然入んで、クロコは尻尾についた火を消して、かわいい。もっと燃やしてやんよと。78、これ攻撃の方が良さね。いや、1、ないないない、爆弾投げてきた。15、結構強い、結構強いのね。なるほど、ハンマーで殴る。わあ、強い強い。うわっ、わあ、強えな。あー、ダメか。え、ちょ、ちょ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 、これなんか A 押しちゃうんですよね。ずっと同じボタンを押さないとダメみたい。 Thank you。 当たりが出たらどういうこと、どういうこと、当たりとか、え、怪しい機能、え、どういうこと。60すげえ回復した。え、もう一個とか意味がわからん。そしたらもうこれさ、あれ、ハニーシロップでいいんだよね。あ、違かった。え、ハニーシロップって自分にしかかけらんないのこれ。あれ、違う、リフレッシュ、あれ、あの、フラワー回復したいんだけど、クソ弱えんだけど。ハニーシロップさ、そうだよね、あれ、ハニーシロップ自分にしかできない。あ、できないんだ。あ、そう、ワンツーで2ダメージ。窓いらなくねえか。ジャンプ、ファイアボール2回、あー、ジャンプ3回、
まあ、ファイアボールかな。超連、あー68か、66。11。強っ。あ、おじいちゃんにもらった大事なコイン、急に始めるな。イベント戦返さないとこうだぞ。いや、いたたたたって、ファイヤーボールで弱まったところを。随分乱暴な挨拶ね。キックでお返しです。そんな小汚いコインなんか一文にもならないから返してやります。言うね言うね、アディオス。すげえな、やったー、笑顔がかわいい。コインを取り返したぞ。よし、だからボス戦はもうガチガチで必殺使っていくと。やった、おじいちゃんのコインだ。マリオさんありがとうございます。これでやっとお使いができます。あれれ、クロコのやつ財布まで落としていきましたよ。財布を拾った、それは返してやれよ。マリオさん、僕はキノコ城へ戻って道具屋に行きます。一緒に戻りましょう。何これ、え、これ一気に戻れるってこと。おやばい、これもうアクションができない証拠。やば、え、距離感がわからねえ。セーブポイントあるけど、え、ちょ待って、こっち、え、城まで戻してくれよ。城まで戻してくれよ。なんで中途半端。あ、セーブポイントまで戻すってことか。そういうことね。雲行き怪しい。ハロウィン始まってるよ。なんちゃってハロウィンやってるし。おかしいことになってる。震えてる。おい、どうした？ハヒー。なんでこんな物騒なことに。買い物？お金を置いて持って行ってくれ。どんなになってんのこれ。この先頑張るのじゃよのまま。あいつ我関節だな、ストーリーに。何これ、宿屋は、宿屋も行けないってこと。宿屋は行けんのか。こいつも我関節。まあでも確かに宿屋とか回復はできないと困るからね。ほら起きた。さて、どこかで一山当てて大金持ちにでもなろうかな。どういうこと、どういうこと、ほら起きた。え、ひょっとしてピーチ姫は外にいる連中にさらわれたの。お前まだゲームやってる。そうだよな。USA に出てきてるやつ。うわ、話すと戦闘。ヘイッパー、ハンマー。まあまだ雑魚を一発で倒せる状態でしょう。じゃないと、うわー、キッズ素手、こっちが素手ってことか。危ね、マロ死んだな。下手すと死ぬね。あ、まあまあ復活ドリンクがあるから、とりあえず一体倒して。とりあえずどんぐらい回復するんだろうね、復活ドリンク。ちょっとこれも試しておきたい、いざっていう時のために。 Thank you。 全開だし、全開か、まあ30とか HP なのかな。マロ弱すぎだろう。魔法使いにも程があるぞ。杖とか持たせたら強くなるのかな。はい、マリオ、いやみんなカオスになってんだけど。
ものすごいカオス。あ、話しかけらんないね。倒さないとダメなんだ。防御がものすごい苦手。はあ、助かったよ。ありがとうよ、マリオ。おや、それはあのワニに取られた僕の財布じゃん。ああ、そういえば言ってたね。財布を落とした。そうかそうか。返す。ありがとう。お礼にこれをあげよう。フラワーカプセルは。ちょっと一旦道具屋でさ、持ってってくれ。お金は払ってってくださいと。ああ。毒防ぎバッジまだ買えねえか。買えるわ。5だよな。 FP を10回復しますってさ、これキノコは相手にできたのにハニーシロップできなかったんだよね。ちょ、1個買って、ちょっとね、もうなんかハニーシロップ超重要ってことが分かった気がする。さあ、まあ全部倒していきましょう。火球は逆にあんま効かないんだ。マロやべえな。フラワー使わないと覚えないのかな。あ、技使えないのかな。ありがとうございます、マリオさん。引き続き見張りますが、みんな怪しすぎます。ところでこんなの見つけました。10コイン。これちょっとめんどくせえな。キノコ城戻ると、うわ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 、まさかの全避け。ちょっとした奇跡。火球やべえ。これあれか、後列に攻撃してっからダメなのかな。火球はあれか、防御できないタイプか。あ、そうでもねえわ。モンスターは技のパワーがついた。どういうこと。ついてんじゃねえ。オッケーオッケー。よし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 。ちょっとお前さ、まあ HP、 まあまあでもこっちだろうな。魔法なんだろうな。ちょっとマロさ、あ、回復シャワーか。あ、消費フラワーが少ねえんだな。ビリリが終わる直前にボタンね。あ、なるほどね。いやし、シャワーが終わる直前。はいはいはい、書いてくれてるわ。全部直前か。よし。喜んでる。あっという間にみんな逃げちゃった。こんなに素敵なお城が今日から僕らのスイートホーム。跳ねて騒げばとにかく楽しい。
邪魔するやつもいやしない。だから夜通しとにかく跳ねろ。ちょい待ち、確かにそれは言われる。お前一緒に跳ねてない、そういうやつはこうだ。あ、ボスかい。ケンゾール、おい、みんなの楽しみを邪魔するやつがいるぞ。そんなやつはどういうやつだ。その盛り上がっていくタイプ、失礼。悪い子、身のほど知らず。ヒゲマリオヒゲ言われてる。いいねこの曲、いいっすね。これ案外やばいですね。まあファイヤーボールでまあボスしばいていくわけだけれども、33か、これで全体だよね。シャワーが終わる直前、あー分かんねえ。よし、建造だし。あ、なるほど。え、マロ強え、マロ強え。バカにした私が悪かった。なんか連打しすぎると途中で連打途切れちゃうんですよね。こういうこと？炎、火球より強いのか。銃、なかなかやるね。これでファイヤー、火球だからあんま、まあ、いやでもここはもうアイテムでしょ。キノコ使って、あ、そっか、ハニーストップ自分、そっか、ハニーストップ自分にしか使えねえんだ。あ、まあいいや。本当に自分しか使えないね。まあ攻撃でいっか。1でもまあ与えてれば。炎の壁、何、防御。え、それ防御だろ。炎の壁は防御だろ。なんでダメージ与えてんだよ。うん、ジャンプはどのぐらい当たる？あ、ジャンプの方がいい気がする。なんだったらはあれだよな、普通の攻撃でいい気もしてくいった。うわわわわわ、そういう、うわ、何ファイナルファンタジー方式使ってんの。ザコが復活するやつ。なるほどね。じゃあまあ一気に決めた方がいいわな。これはね、一回回復シャワーですよ。全員じゃねえのこれは。マジかよ。マロは倒れたらちょっとアウトなんで。うわわわうわ、竜騎士、竜騎士、まさかのジャンプ、間違えた。まあまあでもこれでいいか。え、どういうこと。ジャンプでこっちにダメージ与えてこない。やっぱ魔法防御強いね。魔法防御強いっすわ。
インシロップはできないんだっつ。なんかもう一つすごい攻撃やりたいんですけどね。なんかいい方法ねえかな。ちなみに攻撃は、攻撃でよくね。ずっと炎やってきますな。ほら、炎の壁とかはガードできんだ。まあ多少ダメージは落ちるけども、これなかなかだな。そっか、そうだ、雑魚がいるんだ。キノコもさ、 X を押すとさ、当たりが出るのか、もしかして。ほら、当たり出るよこれ。 X タイミング合わせると、そういうことじゃないのか。待て待て、ここは冷静に行こうぜ。あ、これ出ない。 X 押したんだけど、ね、あー、もうちょっと早い、早く行かないと。あいつ降りてこねえんだけど。倒さないと降りてこないのかな。なるほどね。でももう倒れるとは思うんですけどね。しびれさせるのがいいのかな。さあ、よし、これで一件落着。お、スターが、何これ、スターロード。クラスチェンジ的な。うわ、やっぱスターピース、これを集めろっていうマザー2の続きみたいな。大変だ、大変だ、このヒゲ強い、ちょっと強い。カジオ様に報告だ。あ、あいつカジオ、こいつらカジオの手先だと。大丈夫かお前。ひゃ、
マリオ殿でしたか。もう大丈夫だ。霊によって霊のごとく、またまたマリオ殿に助けられましたな。しかし一体何が。大臣、ご無事で。あ、マリオさん、あれもこれもそれもこれもマリオさんのおかげ。その通り、このヒゲのおかげじゃと。まあキノコ城もね、うかうかしてられんと。この姫がいないという大変な時にこんなことまで起きてしまうとは。大臣ますます姫が心配で。ヒゲ、僕のおじいちゃんに聞いてみるのはどうでしょうか。おじいちゃんは何でも知ってるんです。おや、そちらの方は。はじめまして、僕ケロケロ子から来ました、マロと言います。これはこれは、キノコ城へようこそ。とにかく我々が頼れるのはマリオ殿しかおらんのです。マリオ殿、一刻も早く姫を助けてくだされ。大臣、もう一回お願いします。僕にもコインを一緒に取り返してくれたお礼をさせてください。さあ、僕とおじいちゃんの住んでいるケロケロ湖へ向かいましょう。でもなんで僕はキノコ城に来たんだっけ。だ、コイン、いやいやいや、カエル仙人のお使い。カエル、そか、おじいちゃんカエル仙人ってことか。カジオのでしたケンゾール、マリオの手に入れた星と何か関係があるのでしょうか。二人はキノケロ水路へと進みます。だ、道具屋にお使いに来たからさ。そもそもよ、そもそもそれ来てたわけだから。それをワニワニ野郎と、ケンケンな、あいつ、今のさっきのボスが邪魔、わちゃ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 邪魔しやがってと、ね、お前のややっと来たか、心配していたのでさっきも来たけどっていうね。おじさん、持ってきました。ほう、よくやったの。どれどれ、じゃあ約束のものを。これじゃ、盗まれたり食べられたりせんようにな。ちゃんとおじいちゃんに渡すのじゃぞ。ちょっと怖えな、盗まれるのかな、コオロギせんべい。もう話題のコオロギですよ、これ話題になったコオロギ。はい、必ず。まさかここから発明したんじゃねえだろうな。マリオさん、ありがとうございます。これでおじいちゃんも喜んでくれます。まあ行きましょうか。ちょっとハニーシロップ、ハニシロ頼むぜ。ハニシロ必須だな、これ。これで行けばいいの。あ、行ける。キノケロ水路へ。はい、ということで次回キノケロ水路を渡って、おじいちゃんに、マロのおじいちゃんですね、おそらくカエル仙人に会いに行きたいと思いますので、動画の移動をお願いします。